そうですね。ちなみに僕もね、心を鬼にするというか、された話がありまして。どうしたの？ある、人に、これ、結論から言うと、僕ツイッターやってるんですけど、鬼滅の刃の公式アカウントにブロックされました。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。鬼滅の刃のこう情報をね、リツイートしようかなとか言って、PV とかね、公開されたからリツイートしようかなと思ってタイムラインこう遡っても、あれ鬼滅のなんかツイート一切ないなとか思って、調べてツイッターのアカウント飛んだら、鬼滅の刃の公式さん、あなたをブロックしましたって書いてあるんですよね。なんでと思って。主人公だよ、俺主人公だよ、主人公だよ、炭治郎公式に嫌われたとか思って、いやでもそんなわけないよなって思って担当の人にね確認したんですよ、僕ブロックされてますけどこれ間違いですよねっていうふうに、聞いたら、あ、ごめんなさいと。なんか花江さんのプロフィール欄に、僕猫の写真をねよくツイッターに上げてるんで、プロフィールのね文章を猫ボットですと、ボットってこう人が中に入ってなくても勝手にこう発言するアカウントですよみたいな感じで冗談でね書いてあったんですよ。そのボットという文字に反応して反射でブロックされたみたいで。あ、そう。ボットは許してくれないみたいな。そんなのあるんだね。で、一回解除してもらって、今後そういうことがないように、しますんで、本当ごめんなさいっていうふうに謝られて、よし、じゃあこう、改めてね、鬼滅の情報をリツイートしようと思って、寝て起きたらまたブロックされてました。結果何に反応してんだろう。そういうシステムが構築されてるんですかね。もしくはもう本当に嫌われてるかのどっちかですかね。そうとは思いたくないので、僕もプロフィール欄を猫ボットから猫 B0T に変えました。B0? あ、0。ボットって文字列に反応してるんじゃないかと察して、ちょっと文章変えてみました。なるほど。なのではい、心を鬼に。されたって心を鬼にされ、されたっていうことなのかな。いや、これはあえてなのかわかんないですけど、炭治郎に対する試練なんだと。炭治郎よりも花井君に対する試練だし。ね、その辺を、本当みんな仲良くやってね、マジでね。そうですよ。お願いしますよ。みんな、仲良くやってこう。僕は、決して恨んでるわけではないですからね。全然恨んでないですから。仲良くやってこうね。本当にね。お願いします。はい。さあ、ということで、これでまた一つ、鬼に詳しくなれましたね。次回はどんなことわざが飛び出すんでしょうか。本編終了後のこそこそ話にご期待ください。それでは、お時間です。